皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はわさび Q&A シリーズ第12弾 CO2 添加って多い方がいいの?について解説をしたいと思います。こちらのわさび Q&A シリーズでは普段皆様からいただいているご質問の中で特に多い内容について単刀直入にお答えするといった内容でお送りをしております。で今回第12回ということで、水草水槽に CO2 添加をするときにたくさん入れた方がいいのか、あるいは絞って少なめに添加した方がいいのか、これについてお話をしていきます。まず一番最初に結論なんですけども、 CO2 添加量多い方がいいのか少ないの方がいいのか、これについては多く入れた方が断然良い結果が生まれます。ただし条件付きではありますので、この条件については後ほどご説明をしていきます。では CO2 をたくさん添加することによってどういうメリットがあるのかについて3つ主に挙げてみたいと思います。でまず1つ目は成長スピードが速くなる、そして2つ目は苔が減る、そして3つ目はあらゆる品種の水草が育つようになる、この3つとなります。ではこの3つ順番に掘り下げてお話をしていきます。まず1つ目の成長スピードが速くなる、これについてもまあ当たり前ではあるんですけども、もちろんね、CO2 を早く入れることによって効率がね、成長の効率も良くなりますし、成長が早くなると、特に水草レイアウト水槽を作られる方っていうのは設備結構しっかりとしたものを入れておられる方多いと思います。例えば照明についても熱帯魚用のものではなくて、水草が十分に育つようなワット数の高いもの、非常に明るいものを使われている方多いと思います。でなおかつ、低照、ソイル、栄養がしっかり入っているもの、そして外部式フィルターで強力にろ過をかけると、こういった設備で始める方非常に多いと思うんですけども、でこういう完璧な状態なのに CO2 添加の量が少ないと、こういったハイスペックの装備をフルに活かせないというデメリットが起こってきます。やはり照明が強いと、その分 CO2 添加もしっかりとこうたくさん添加した方が成長効率が早くなります。なので逆に言うと、絞って使っちゃうと水草水槽の設備の場合はもったいないかなというところもありますので、しっかりと多めに入れていただくっていう必要があります。で次に2つ目の苔が減る、これについては、1番とねちょっとお話がつながってくるところなんですけども、水草の成長スピードが上がるということは、水草がすごく成長してどんどん増えて、枝分かれとかね、茎もどんどん増えてボリュームが増えてくると、そうなりますと栄養吸収量が増えます。水槽の中に余っている栄養が少なくなって、水草がどん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 栄養吸収してくれますので、苔に栄養がいかなくなる、その結果苔が減ってくる、そして苔が出ていたとしてもあまり苔の方には栄養が回らず苔が増えにくくなる、こういったことで水草水槽の環境自体がとても良くなります。とてもクリーンな状況を作り出すことができますので、 CO2 添加を多く入れることによってで苔が結果的に減るという考え方になります。そして3つ目、どんな品種でも育ちやすくなる、これについては前景層が結構ねこう当てはまることになるんですけども、前景層の成長スピードがなんとなく悪いなとか、グロスな葉っぱがなんか痩せてきてちっちゃいなとかいう時には CO2 添加を多く入れていただくと、こうすることによって非常に育ちが良くなります。また特に南米産のちょっと特殊なレア水草みたいなね、普段成長がそんなに早くない水草で難易度が高い水草の場合は CO2 添加を少し多めにしていただいた方が、しっかり綺麗に育ちます。難易度が高い水草ほど CO2 を多く入れると成功する確率が上がりますので、この点とてもメリットになります。なので CO2 添加を多くすることによってこのように3つのメリットがありますので、結構ね多めに入れていただいた方が良いです。ここで CO2 添加が多く入れすぎると魚とかエビが酸欠を起こして死ぬんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、実際水草レイアウト水槽というのは水草の量がしっかりとこう茂っている状態で添加量を上げていくってことになりますので、基本的に酸欠を起こすってことがあまりありません。ゼロではありませんけども、水槽設備がしっかりとしていればどん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 水草が光合成を行って酸素も大量にブワーッとねこう気泡が出るぐらい出してくれますので、酸欠になるということはあまりありませんので、その点ご心配はいらないかと思います。ただ魚が鼻揚げしているとかね、水面の方にブワーッと固まっちゃうとか、あとエビがもう手が動かなくなってもうずっと同じところにじっとしているというような兆候が見られた場合は CO2 の過剰添加っていう
可能性が非常に高くなりますので、そういった場合、直ちに CO2 を止めて、エアレーションを行っていただき、そして水替えをしていただくことによって、生き物を守っていただければと思います。これだけちょっとね、頭の中に念頭に置いといていただければ、CO2 添加をね、アップしていただいても問題ないかと思います。では逆に CO2 添加をギリギリまでね、結構多く入れたいってなった時に、要注意ポイントが2つあります。この2つの事例に当てはまった場合は、あまりこうね、焦ってこうギュッとね、急にこう CO2 の量を増やすってことは控えられた方がいいと思います。じゃあその2点は何かというと、まず1つ目、水草の量が極端に少ない場合。で、この場合は、CO2 添加は、あまりね、こう、マックスまで入れない方が良いです。もう水草が、こう、光合成で CO2 を吸収できる量を明らかに超えてしまう場合は、生き物が酸欠になってしまうということがありますので、明らかにお手持ちの水槽の中での水草のボリュームが全然足りないときは、一気に CO2 をたくさん入れるっていうのはやめた方が良いです。様子、状況を見ながら徐々に CO2 の添加をちょっとずつ増やしていくみたいな感じの方が良いです。で、次に二つ目。シダ系、モス系がメインの水槽の場合。この場合も同じく CO2 の添加を一気にグッとね、上げない方が良いです。モスとかシダ系、いわゆる陰性水草といった類は、あまり CO2 の吸収量も旺盛ではありませんので、そういった陰性、モスメインのレイアウトの場合は、一気に CO2 を添加しちゃうと、生き物が酸欠を起こす確率が高くなってしまいます。こちらのパターンも CO2 を一気にこうね、たくさん入れるというのではなくて、徐々に様子を見ながらやっていただく方が良いです。で、CO2 添加量というのは、中級者の方ぐらいまで盲点にはなってるんですけども、何をやっても全然水草の調子が良くならない。液肥もちゃんと毎日適切な量を添加しているのに、全然水草の調子が上がらないとか、まあ、照明器具も非常に強いものを使っているのに、全然こう水草の成長が、スピードが上がらないとか、トリミングした後に全然新芽が出てこないとか言った時には CO2 の添加量をぜひチェックしてみてください。ここでですね、CO2 の添加量をちょっとね、アップするだけで、あれこんなに状態良くなるんだみたいなね、よく解決することっていうのが、当店のお客様の中でも非常に多くあった事例ですので、何をやってもちょっと水槽の調子が良くならなかったっていう方は、ぜひ CO2 添加量を増やしてみるっていうのも一つの策になるかと思います。で、最後に、じゃあ CO2 の適切な添加量、まあ標準的な量ですね、水槽の水量に合わせてどれくらいの添加量がいいのかにつきましては、当店わさび水草チャンネルの過去の動画で詳しく解説しておりますので、ご自身の水槽にどれだけ CO2 を入れたらいいのかの基準量ですね。基準量についてお知りになりたいという方は画面右上のリンク先の動画ぜひチェックしてみてください。で、そちらの動画では水槽のサイズごとに基準量、1秒何滴みたいなものを解説しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。で、今回ご説明いたしました CO2 添加に関して、機材であったりとか、過去の CO2 に関係する、関連する動画、こちらも下の概要欄に一覧にまとめておきましたので、もしご興味ございましたらぜひチェックしてみてください。今後もこちらのチャンネルでは、いつも皆様からいただいているご質問の中で、特に多いものについては、どんどん回答を、動画の中で出させていただきたいと思いますので、継続的に見ていただければ大変嬉しく思います。また過去の Q&A シリーズも、下の概要欄に一覧載せておきますので、もしその中で気になったご質問とかがありましたら、ぜひ、解決できるかと思いますので、チェックしてみてください。もし今回の内容役に立ったという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録お願いいたします。また、いいねマークでの高評価もいただければ大変嬉しく思います。では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。